はい、こんにちは、原田農園です。8月12日ですね。今日は木曜日です。今日はですね、もう雨がずっと外降ってます。これから1週間後までですね、ちょっとずっと雨の予報になってますので、ちょっと作物の、生育状況ちょっと気にはなりますが、まあもうこういうのは天災でですね、もうどうにもならないことなので、無理にですね、いろんな対策をとってですね、体を壊したりとか、あと怪我をしたりすることを思えばですね、もう地道に待つのが一番だと思いますので、皆さん作物も心配だと思いますけど、大雨とかですね、洪水になった場合は、家でですね、おとなしくしておくのが一番いいんじゃないかと思いますので、もう無理のないような感じでですね、対策の方をしていっていきましょう。はい、ということでですね、今日は白菜の、ハッシュ作業をちょっとやっていきたいと思っております。もうですね、もう少しでお盆になりますので、お盆ぐらいにだいたい家庭菜の方は、ハッシュされるのが普通じゃないかなと思いますけど、ちょっと早めにですね、もう1回目の、お気に入りミニ白菜というちっちゃいミニの白菜ですね、こちらの、ハッシュの方はしてきているんですが、それに引き続きですね、第2弾の、お気に入りミニ白菜、あとですね、普通の大きい白菜ですね、去年ハッシュしました夏の祭典っていうのがですね、すごく良かったので、今年も夏の祭典というのをですね、でお盆過ぎにですね、今度冬月というですね、年越しで、収穫できる冬月というですね、奥手の、白菜もハッシュする予定にしております。はい、ということですね、今日は、そちらのですね、白菜のハッシュの方を、紹介していきたいと思います。はい、それでは今日も頑張っていきましょう。はい、今日ですね、ハッシュしていくのはこちらですね。ピントが合いますかね。はい、CR お気に入りミニ白菜、これ毎年原田農園ですね、いつも植えている、中がちょっと黄身のですね、白菜、ミニ白菜になるんですけど、だいたい直売所でですね、販売する場合は、今各家族の方がたくさんおられてですね、直売所に来られる方も、近所の道の駅はですね、遊具が有名な、道の駅になっておりますので、子供連れのですね、家族がよくたくさん来られるんですけど、やっぱり各家族だとですね、大きい白菜だとちょっと余るということですね、1回で食べきりサイズということで、ミニ白菜が結構重宝してますので、こちら直売所でよく売れる商品となっております。で、あとですね、こちら書いてあるんですけど、CR というね、こちらありますよね。 CR っていうのがですね、猫病にですね、抗体がある、品種となってありましてですね、 CR がついているものだと大体ですね、猫病が出る補助でも、猫病対策しなくても、うまく育つというですね、品種になっております。なので猫病でちょっと困られている方は、こちら CR というついたですね、品種を選んでいただくか、種のですね、本などを見てですね、猫ブに、抗体のある、品種を選んでいただければですね、猫病にならずに済むと思います。比較的に白菜は猫病になの抗体があるものは、猫病にすごく強い品種となっておりますので、キャベツとかね、ブロッコリー、猫病に強いですよって書いてあっても、なかなかね、猫病になりやすかったりするんですけど、白菜の場合はですね、結構猫病に強い、ものに品種になっておりますので、CR がついたものかですね、あと猫病に対策されている品種の方ですね、選んでいただければ、大丈夫じゃないかなと思います。はい、でですね、後ろに見えます、こちらのですね、秋高田市の、ハッピーチンゲン菜を、栽培されている岡田さんからですね、去年、スズテックの、セルトレイの葉種機ですね、200穴のものを譲っていただきました。全自動のものを岡田さん買われてですね、
で、まあ、手動のものはもういらないということでですね、譲っていただけましたので、これでね、ハッシュすることによってかなり、スピードが速くできます。はい、でうちがですね、どういう感じでやってるかっていうのはですね、まず今紹介しました200ケツのセルトレイを、こちらのですね、これはヤンマーさんで販売されてますですね、野菜専用のですね、育苗箱になります。これちょっとね、あの普通の育苗箱と違って、よいしょ、見ていただければわかるんですが、育苗箱こんな感じでしっかり重ねられるタイプになってます。これで、1,2,3,4,5,6,7枚、今ね7枚これ重なってますけど、だいたい普通の育苗箱だと1枚2枚3枚ぐらいでね、3枚半ぐらいですかね、3枚か4枚ぐらいで7枚分の、あの高さになると思います。これはね、野菜をやられてる方は、すごくいいんじゃないかと思います。こういう、まあ、重なってかさばらないね、でものとなっております。であとですね、これ見てもらったら分かるんですけど、すごくねこう芽が、下がですね、水はけが良くなって空気も、取りやすくなってます。こういうものを使うとですね、セルトレイで育苗してたらですね、根があのこの育苗箱から下にね出ずにですね、セルトレイの中ですね、セルトレイの場所、はい、すいません、これ200ケツのセルトレイなんですけど、この下のね200ケツのセルトレイをこんな感じで、今のヤマーさんの育苗箱に入れるわけなんですけど、この下がですねすごく空気の風通しが良くなってるとですね、このセルトレイのこの下の穴ですね、穴から根が出にくいっていうことですね。まあ出てしまうとですね、もしこのセルトレイを育苗箱から引っ張り上げた時に根も切れますし、あとですね、このセルトレイの中で根がこうしっかり巻いておくとですね、移植時にこう抜きやすくなります。なのですごくね、作業が楽になりますので、なるべくセルトレイで育苗する場合はですね、こういう風通しのいいですね、苗箱があるとすごくねいいですね。まあ、逆にトウモロコシとかですね、あとはなんだろうな、ネトマルシートを入れないといけないような、品種だとですね、ちょっとなるべく、この芽が詰まってるものがいいんですけど、まあ普通ブロッコリー、キャベツ、白菜を育てる場合はですね、こんな感じで、風通しのいいですね育苗箱はすごくいいと思います。でこれ一つ欠点はですね、土を入れて重たくなってしまうとですね、手で持つとですね、ちょっとこんな感じでちょっと柔らかいんですね。なんでちょっと持ちにくさはちょっとあるかもしれませんということで、まあその持ちにくさを考慮すれば、このヤンマーの、育苗箱すごくいいと思います。まあ、ヤンマーさんのね代理店さんで、買うことできますので、もしちょっとよろしければ買ってみてください。あとですね、ちょっと育苗箱のサイズもちょっと通常の育苗箱と違うので、まあそのサイズ感がちょっと違うのは困るという場合はですね、ちょっとその通常の育苗箱と大きさが違いますので、そこは気をつけてください。はい、で128ケツにですね土をまず入れていきます。はい、ぐるりと回していきますね。はい、こちらが、コンクリートとか、をセメントをですね混ぜる船っていうんですかね、この緑の、ケースになります。これは、一番大きいものが140リッターですかね、140リッターが、あ、これは今多分200ぐらいの大きさなんですけど、ちょっとサイズが書いてあるとこないんで、サイズが分かんないんですけど、大体ですね140っていうものが一番大きいもので、販売されてます。まあ、これはちょっと140よりちょっと大きいんですけど、140というものを買ってもらったらですね、隣のあのポットに入れる土などを、置いているですね
あれぐらいの大きさになります。でこちらのイネニカを入れているのもですね140のですね、ものとなります。だいたいこの育苗箱がここにあるんでサイズ感はわかると思うんですけど、まあなるべく大きいものがね土がこぼれないんですごく、いいと思います。でですね、こちら土になるんですけど、土はですね野菜の葉種できる土だとまあ何でもいいですね。うちはですね水筒用の、まあ野菜用じゃなくて水筒用の育苗用の土ですね、スミリン酸の、育苗バイド、長期用というものがありますのでそちらを使っていますが、まあ以前ですね使っていた坂田プライムミックス、まああちらでもすごくいいと思います。まあ金額の面でですね、こちらのスミリン酸の、水筒用バイドがちょっとすごく安いので、こちらを今使うようにしております。まあ家庭菜園の方であればですね、ホームセンターに行っていただければ、葉種用のバイド、育苗用のバイドで、という種類がありますので、なるべくですね、葉種用のバイド。まあ、種が大きいね、豆類とかだと、育苗用のバイドでもいいんですけど、キャベツ、ブロッコリー、白菜などはですね、葉種用のバイド。まあ、中身のこの土がですね、目が細かいものが葉種用のバイドとなっております。で、こちらをですね、この200穴の、まあ、200穴でもなくてもいいんですけど、72穴とかね、まあ、そんなにたくさん巻かれない場合はですね、多めのやつを買ってください。買って入れてください。でこういう感じで土をね入れていきます。でちょっとトントントンと、土をしっかり入れた状態ですね、手で余分な土を落として、これで土入れが完了します。で、まあ、穴を開けていくわけですが、こういう、穴開け専用のバンもありますし、200穴、まあ、また他のセルトレイでもいいんですけど、128穴のセルトレイでもいいんですけど、今持っているものを何枚か重ねたものでですね、上からグッグッグッと押さえても、穴が開きます。ですね、これは今128の押さえる穴開けるやつなんでちょっと穴開けられないんですけど、まあだいたい均等に穴を開けてもらって一粒ずつですね種を落としていくという感じになっていきます。はい、じゃあ、あちら側のですね葉種機ですねに行きたいと思います。で、こちらの葉種機がですね、先ほど入れた土あとですね、まあ、育苗箱をセットしたものをセットしてですね、でまずぐる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 っと、ダイヤルを回していきます。そうするとですねこちら穴開けるですねローラーがあってですね、そこで穴を開けていきます。ぐる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 っと。で、穴を開けたらですね、一番端に行くとですね、向こう側のレールにがガチャッと上に上がってですね、今度はこの葉種するですね、葉種ローラーが回ってくれます。なんで、今度は反対に回していきます。で、葉種ローラーが回っていくと、きれいに、種が落ちていきますので、はい、今ハッシュしたものはこんな感じですね。見えますか？コーティング種子の、白菜がハッシュされております。はい。まあこんな感じでね、ハッシュができまして、ハッシュができたらですね、今度こちらですね。この白いこちら、これはイネニカと言います。夏場の暑い時はですね、まあ、冠水が多めになしないといけなかったりですね、
あとは、黒い土を覆土するとですね、あの表面が温度が上がってですね、まあ、あの発芽不良が起きたりとかするので、うちではですねこちらのイネニカというものを覆土で使っています。で、今さっきハッシュしたですね、こちらこの上にですねイネニカを、振りかけまして、こんな感じでね振りかけて、ちょっと上のイネニカを落としてやれば、これで覆土完了ですね。で、あとはですね、あちらの育苗ハウスの奥にですね、今白いのが並んでると思うんですけど、あちらに、持って行って、で灌水してですね、でそのまま、最初の芽が出るまではなるべく乾かさないようにして、湿度を保ってですね、で発芽を待ちます。はい、今このここですね、夏の祭典をハッシュしているんですけど、こんな感じでイネニカをかけてですね、で水分をあげるとですね、ちょっとイネニカ自体が黒っぽくなりますので、水分が飛んでるかどうかは見た目ですぐわかります。でそれを少しですね置いておくと、こちら見てもらったらわかるんですが、これはお気に入りミニ白菜の、まあ、最初にハッシュしたものなんですが、こちらはですね、しっかり芽が出てですね、はい、揃っております。まあ、このかこういう感じでですね、数日経つと芽が出ますので、ここからはですね、まあ、あのちょっと乾かし気味に管理しないとですね徒長してしまいますので、まあ、あの当分1週間ぐらい雨が降るということなので、まあ、様子を見ながらですね、灌水して、まあ、夏場の暑い時は枯れないようにですね灌水もしないといけないんですが、やりすぎもですね、徒長の原因となりますので、その辺気をつけながらですね、管理の方を、していきます。はい、という感じでですね、こういうハッシュしたですね状態から発芽した芽が 100% 出てるですねものになるまでですね、まあ1週間ちょっとかかりますので、様子を見ながらですね、育苗の方をしていきます。で、まあ、ある程度大きくなったら、定食の方ができますので、またそちらのですね、定食の動画などは、また紹介していきたいと思います。今日はですね、白菜の箸の様子を、紹介していきました。